現実今回も「スター・ウォーズバトルフロント2」やっていきたいと思います、えー、最近ですねエピソード9「スカイウォーカーの夜明け」が公開したことでこんなコメントをいただくことが多いんですよね「スター・ウォーズバトルフロント2」買いましたとかその武器のレートって何でそんなに早いんですか みたいな感じで結構初心者さんのコメントをいただくことも多くてですね、確実にスターウォーズバトルフロント2の人口が増加していることがわかります。そこで今回はですね、初心者向けにクラスや武器、カードのカスタマイズについて解説をしていきたいと思います。まあ、スターウォーズバトルフロント2すでに発売から2年以上経ってるわけなんですけども、まあ、今までの歴史というか流れみたいなものもある程度わかりやすいようにまとめてきたので、まあ、参考になれば嬉しいです。 ということで、早速なんですけども、えー、クラス、基本となるクラスが4つありますよね。アサルト、ヘビー、オフィサースペシャリストと、えー、4つあるわけなんですけども、それぞれの特徴と自分が愛用している武器のご紹介をしたいと思います。ただ、ちょっとご紹介に入る前にですね、初心者の方に共有しておきたいことがあります。えー、このゲーム、TPS、FPS のゲームではあるんですけども、他のシューティングゲームと違って結構独特なコミュニティを形成しているところがありますので、先にちょっとそのお話をしていこうと思います。 まあ、スターウォーズバトルフロント2、当然スターウォーズのゲームということでキャラゲーの要素が結構強いんですよね。ゲームバランスという面においては以前よりもかなり良くなったものの、正直言ってまだまだ悪い分類だと思います。自分の抱いてるイメージとしてはスターウォーズバトルフロント2のコミュニティはですね、スターウォーズの空気感とか、ワイワイ楽しむっていうことを一番大事にしていて、スターウォーズの映画を愛しているからこそ、このゲームを長くプレイしているのかなと思います。まあ、ゲーには 私自身もこうしてね2年以上スターウォーズバトルフロント2の動画を投稿してるわけなんですけども続けられたのは自身がスターウォーズが好きであることでそしてこのスターウォーズを好きな皆さんに支えられてきたからだと思ってますね動画のコメント欄なんかを見ていても最近はスターウォーズをこう大人な目線で楽しんでる方が多くてですね建設的なこう意見交換の場としても利用してもらえてるような印象がありますかなり平和になった気がしますね、まあ、とはいえスターウォーズバトルフロント2競技性のあるゲームですので勝ちに も当然こだわりたいはずですそこでこのゲームをどう楽しみたいかによってクラスの選択方法とか戦術が変わってくるのでそこを中心にご紹介していきたいと思います、えー、まずクラスの選び方なんですけども大きく分けるのであれば3つありますねまず1つ目がポイントを速攻で貯めてヒーローや強化兵などを楽しむ戦術ですまあ、要は大量キルで相手を敵を押し込むこういった戦術が1つありますね で、二つ目の戦術としては、単純に歩兵で戦闘を楽しむというものですね。まあ、役割としては、目標達成のためのキルだったり、ビークルの破壊だったり、そういったものが目的となってきます。で、そして三つ目が、後方支援などを積極的にしていく戦術。こういった感じのカード構成ですかね。まあ、目標達成のために特化した戦術になってきますえ。これらの三つの役割を理解した上で、それぞれのクラスの特徴を話していきたいんですけども、まず、ポイントを速攻で貯めるという戦術に、 一番適しているのはオフィサーだと思います。 えそして歩兵での戦闘を楽しむことは、まあ、当然、全部のクラスでできると。アサルト、ヘビー、スペシャリスト、オフィサー。どれでも楽しむことができます。そして、後方支援では、アサルト、ヘビー、そして、スペシャリストの一部かな。えー、そんな感じで、えー、分けられるんじゃないでしょうか。で、まあ、このクラスに関して余談なんですけども、単純なクラスの性能だけで言えば、個人的には、オフィサーが頭一つや二つ、はたまた三つぐらいかな。抜き出てると思ってます。以前、動画でオフィサーを使用してる、 という理由だけで叩かかれたたことがありました <laughs> もうわ,けわかんないよね理不尽すぎて笑っちゃったんですけども、まあ、以前よりはかなりマイルドになった印象なんですけどもオフィサーが嫌われていた理由っていうのがまず2つあるんですねその1つが他のクラスより簡単にポイントが貯められるということですねでそしてもう1つがオフィサーばかりいると服装的にスター・ウォーズの世界観とかけ離れるというものですねこの2点が大きかったかなと思います まあただアップデートが繰り返されてきたことによってオフィサーにもクローントルーパーのスキンが追加されたりと以前よりはオフィサー批判の文化っていうものはなくなってきてるような気がします、まあ、客観的に見ていてもクラスの使用率っていうものはえ世界的にこうばらけてきてる印象があるのでまあフォースにバランスがもたらされつつあるのかなと思いますね でまあ、正直なところこの辺のこうどのクラスが強いとかそういうバランス面に関してはダイス側に調整してもらうしかないので、まあ、ゲーム実況者たちにこう文句を言ったとしても何も変わんないし影響力なんてものもそもそもビビったるものなんで意味ないと思うんですよね。それよりも自分がこうゲームの中で戦況をひっくり返せるような実力を身につけようとこう努力したりだとかね自分を磨く時間に当てた方がよっぽどいい気がします。 さあということで自分の使いたい戦術とクラスを決めたらそれに沿って武器やカードをカスタマイズしていくわけなんですけども正直言って強武器っていうものはほぼ決まってるので固定に近いと思いますね自分がよく使うパターン4つご紹介していきましょう、えー、まずポイントを速攻で貯めるオフィサーのパターンですね自分がよく使う構成としてはこんな感じになってますまず武器見ていきましょう武器は一番下の SE44C というものにアタッチメントで冷却強化 そして、ラピッドファイヤー。この二つを装備してます。これがもう圧倒的に最強ですね。えー、昔は、プラーグっていう、この武器も結構強かったんですけども、えーまあ、修正の方がされまして、まあ、圧倒的に SE44C。これが一強に近い状態になってますね。何よりも圧倒的な連射力を持っている。ここですね。フルオートで撃てるっていうのが非常に強いです。 えー、そしてカード構成としては3つこれを装備してますねオフィスサープレゼンス近くの味方の自然回復が始まるまでの時間を減らすというものですねこれ結構ポイントが美味しいんですよね、えー、そして賞金稼ぎポイントを稼ぐという戦術になってくるのでバトルポイントの獲得量を増加させていきます、えー、そして3つ目がバトルコマンド強化ですねこれがめちゃめちゃ強い えこちらをですね使用すると自身と味方に体力を付与するっていうものなんですけども自身の体力を増やすことができるので単純に打ち勝つ確率を上昇させることができる技になりますねポイントも美味しい、まあ、スター・ウォーズバトルフロント2ずっと長くやってる方だったらもうおなじみの戦術だと思うんですけどもオフィサーのこの構成これは鉄板ですね えー、そして歩兵の戦闘を楽しむアサルトとスペシャリストのパターンをねご紹介しようと思います、えー、自分が使ってるアサルトはこんな感じの装備になっております、えー、まず武器の方なんですけども A280 にこちらに、えー、冷却強化と射程強化この2つを装備してますね、えー、3点バーストなので非常にヘッドショットなんかも狙いやすい安定した火力を持つ武器ですねアサルトに関しては CR2 これもまあ近接戦闘においては結構強いんですけども結構跳ね上がりが強いので えー、慣れの必要な武器となってきます、えー、でこちらの武器もまあまあ使えるかなと思います中遠距離系の武器ですかね、えー、こちらは反動軽減と射程許可この2つをつけて使うことがたまにありますかね えー、そしてアサルトのカードに関してはこんな感じの構成になってますまずアサルトトレーニング敵を倒すと、えー、体力が回復するというものでそしてサバイバリスト自然回復が速くなるというものと、えー、賞金稼ぎですねこちらもバトルポイントの獲得力が増加するというものですね、えー、アサルトを使う場合も基本的に俺はあのー、ポイントを貯めて違うヒーローになったり強化兵になって楽しむっていうことを結構するタイプなので、えー、バトルポイントが欲しいなというとこですかね敵を ししっかりキルでできるるような構成にしてる感じです。えー、ただここが後方支援寄りな感じになってくると例えば強化サーマルデトネーターを装備してみたりとかこれ結構強いんですよ単純に密集してるところに投げるだけでめちゃめちゃ強いですね、えー、あとは拠点の確保がしたいなっていう時はアシットランチャーこれも結構おすすめです、えー、相手が結構長時間持続的なダメージを与えることができるので嫌がります結果として制圧がかなりしやすくなるので何人かでアシットランチャーなんかを撃ったりするとかなり制圧がしやすくなるんじゃないでしょうか えー、あと、アサルトの中で結構面白いなっていうのはこれですかね。イオングレネード。これも結構おすすめです。えビークルに対してかなり大きなダメージを与えられるグレネードなんですけども、ATST とかスピーダーとかそういったものにかなり有効になってきます。あと、自分はあんまり使わないんですけども、タフアップ。これも結構強いんじゃないでしょうかね。えー、単純な生存能力が上昇するといった感じです。 え続いて、スペシャリストですね。スペシャリストの場合は、こんな感じの構成で使用してます。まず、武器の方から見ていきましょう。NT242、こちらを使うことが多いですね。えー、デュアルズームを装備して、冷却強化っていった感じになります。えー、あとは、イオンディスラプター、ディスラプターショットっていうものがあるんですけども、えー、こちらを装備すれば、例えば、ガンシップとか、まあ、ウォーカーとかに対しても結構大きいダメージは入ると思うんだけども、歩兵に対してのダメージ量が減ってしまうので、 うーん、あんまり使う機会はないのかなーといった感じですね。で、NT に関してはまさにスナイパーライフルといった感じで、敵のヘッドショットに当てることができれば、一撃で敵を倒すことができます。まあ、なかなか当てるの難しいんですけども、当てた時すごく楽しい武器の一つですね。スペシャリストの武器でもう一つおすすめがこちらですね。A280CFE。こちらはですね、どちらかというと遠距離っていうよりも中距離とかで結構強い武器になりますね。えこちらにはデュアルズームと、 バーストモード。こちらを装備することがおすすめです。えー、バーストモードついてないと正直、えー、おもちゃみたいな武器なんで、バーストモードは必須となってくると思います。スペシャリストでありながら、近接戦にも対応できる連射力。ここが優秀ですね。狭いエリアでの戦闘もある程度こなせるような万能武器なので、まあ、A280CFE も結構いいんじゃないでしょうか。 さそしてスペシャリストのカードは、えー、こんな感じの構成で使うことが多いですね。まず、賞金稼ぎ。まあ、結局、スペシャリストも遊びつつ、スペシャリストで遊びつつポイント貯めて違う方にこう浮気していくみたいなね。<laughs> そういう感じのパターンが多いんで、結局、バトルポイントはやっぱ欲しいなっていうところ。で、そして、サバイバリストで自然回復を高めて、えー、あとはパーソナルシールドをつけることが多いかな。緊急回避用っていう感じなんですけども、えー、自分の周りにバリアを張ることができる能力ですね。 まあ、あその他の選択肢として、ステルスですね。まずこちらは敵のスキャナーに映らなくなるものですね。単純に優秀だと思います。え、そしてスクランブルインフィルトレーション。こちらはですね、インフィルトレーションを使用した際に、味方にも敵の位置を共有ができるっていうものになります。これ結構ね、味方からしたらありがたい能力だと思います。えー、あとは面白いところで言うならば、スティンガーピストル。こちらはですね、ヒーローへの嫌がらせが結構、でかいかな。<laughs> <laughs> ヒーローって自然回復するまである程度時間が必要なんですよ。その時間が、えー、延長されるような。 印象ですかね。毒のようなダメージが入るので、スティンガーピストルは結構嫌がらせとして最適だと思います。えー、続いてヘビーですね。ヘビーは完全に後方支援用のカスタマイズで、えー、使用してるんですけども、こんな感じで使うことが多いです。えー、TL50、こちらを使用することが多いですね。こちらは結構近接寄りの武器なんですけども、冷却強化と、えー、拡散低下、こちらを使って使用することが多いです。まあ、セカンダリ射撃も結構面白いんだけども、どちらかというとアイデンベル仕様の特権として使用した方が面白いかなといった感じなので、 えー、ヘビで使用するときはこの2つという感じですかね。 まあ、あと昔の話をするのであれば DC-15LE。これがもうバグ技によってめちゃめちゃ強かったですね。まあ以前はこのボムショットっていうアタッチメントがあるんですけども、これを装備した時に異常なまでに火力が出るっていうバグがあって、うーん <laughs> ずーっと1ヶ月以上修正されなかったんでね。うーんあの時代は暗黒でしたね。でもあれはあれでヘビ強かったんで、もう結構今使用率一番低いんじゃないかなヘビね。残念な境遇になっちゃってる気がしますね。 まあ近距離で戦うなら TL50、えー、中距離以上で戦うなら、えー、DC15LE とかが個人的には好きかなといった感じです、えー、そしてカード構成に関してはこんな感じですねサバイバリストで自然回復を高めイオン魚雷で敵のビークルに攻撃し、えー、イオンタレットでも敵のビークルに攻撃すると、まあ、ウォーカーとかに対してとか、まあ、敵のビークルに対してガンガンこう打ち込みたいようなフィールドではこういったものが有効活用できるかなといった感じですね ま、なんといってもヘビの醍醐味の一つは、え、セントリーガンだと思うんですけども、この辺の装備も結構人気はあるんじゃないかな。ヘビー卿みたいな人もね、一定数いると思うんで、ヘビのロマンあふれる火力っていうものはこの辺でえ楽しむことができるんじゃないでしょうかね。一度使ってみるのもいいんじゃないでしょうか。と、ま、こんな感じで基本となるクラス4つ、アサルトヘビー、オフィサー、スペシャリストで自分がよく使う構成としてはこんな感じになります。え、その中でもやっぱりオフィサーが軍を抜いて強いんじゃないかなといった感じです。 ただこの SE44C とかのアタッチメント解放までなると結構初心者の人はたくさんオフィサーを使ってキルを取らないといけないので大変だと思うんですよね。で、ちょっと長くなっちゃったんでまた次回この辺の武器のアタッチメント解放はどうしたらいいんだろうっていうところをね実際に、えー、プレイしながらやっていこうと思いますのでよかったら次回も見に来てください。 ということで今回は初心者向けにクラスや武器、カードのカスタマイズについてちょっと解説の方をしてきました。少しでも参考になってたらぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。